ざーす。お願いします。頑張っていきましょう。ありがとうございます。いや、もうすぐクリスマスだけど、うん、どうや。どうって何が。それどうやって言ったら、お前彼女できたかできないの。カラッカラだよ、こっち。カラッカラって何よ、お前。カラッカラだよ、こっち。彼女の理想像とかあるでしょうよ。いや、それ可愛い子がいい。可愛いって言っても色々あるから。何、ちょ、芸能人の顔とかでちょっと。いやいや、俺みたいなのかな。芸能人ってちょっと高望みしすぎやろ。ないから。ないの。うん、言わしてもらえ、ここで。お前、俺来たらバキちゃんとか。それは言い過ぎやろ。いや、お前な、お前が言わしたんや。ビッグマウス出たな。いや、ビッグマウスちゃうやん。いいや、堀北真希かわいいやん。もう100歩譲ってな、堀北真希のことしようや、お前。190のな。高すぎるやん。でもハイヒールを履いてるわけやから、お前非常勤にされるわけやん。非常勤にされる。でも予期に働いたら言うから、お前。それやばいやつやろ。190なら女嫌や。155の女がええねん。155、雑魚がお前。雑魚ちゃうって。キャタピラ女とお前まともに会話できんちゃう。そんなやつ、そんなやつやばいちゃうって。155cmの堀北真希みたいな子がいいやん。じゃあお前な、もしもそんなこと、もしデートになった時にな、うん、緊張しちゃわないように、うん、ここで練習しとけよ。ああ、いいね。俺が女やったるから、まあ、ここで待っとけよ。とクリスマスです。クリスマス。雨は夜更けすぎ、雪へと変わる。お待たせー。だから来んなって、そいつロボットだ。途中で止まれないんです。途中で止まれないんです。あ、蝶々が青すぎるやろ。待って、ロボットなってるやん。なんでその女、お前全然俺の理想の女の子の話させてくれんやんけ。え、あ、あれ、何、あれ、お前よう見たら顔丸っ。急に何の話してんねん。ガードすんな。燃えるわ。漫才終わり。どうも、シャシャ。